こんな状態の羽衣に水を差すわけにはいかない。ヌパ社長知らないのか、純之介。池の水全部抜かれてるの。1ヶ月ほど前から主人がスランプに陥ってしまって。今回ばかりは俺だけの力で事件を解決するしかない。俺だったらまなみさんにこんな思いはさせない。人妻に手をつけるつもりか、純之介。まなみさんにはご主人がいるんだぞ。びしょ濡れ探偵水の羽衣見てね。なんか雰囲気がちょっと頭冷やせ。